ピッチャーゴロ。二塁ランナーを目で殺して一塁をアウトにしました。鋭い当たり、セカンドライナー。いやー、打球速度がすごい、すごかったですね。ホークスバッテリーも状態いいって分かってますので、しっかりインコースにね攻めていこうと思って打ち上げた。センター方向、左中間、磯畑追いつきました。左中間の深いところを追いついています。ワンアウトです。今のこの2人のバットの先、深いところ、今宮遠投、いい肩をしています。ピッチャー返し、ピッチャーゴロになった。ミル送球、一塁もアウトです。ダブルプレーで2アウト3塁に変わります。右へ持っていきますが、ライナーでした。ファーストの巻き込みの正面、ここで強い当たりがようやく出たんですが、正面でした。フランク、ようやく捉えたのはね、こう打たれてますけど、その後が続かないですよね。ショートの右、ここが山崎剛、追いついて一塁ジャンピング、アウトです。ここはいいプレーを見せました。加藤さん、はい、島高山両バッティングコーチなんですかね。あの初回中村をホームランで最高の方ですね。逆奥へうまく打ちますが、これはショートゴロ。踏ん張って一塁山崎、足の競争はアウトです。山崎がここは2ついいプレーをしてきました。これで2アウト。佐藤龍生がなんか本当こう、これは詰まっただけになりました。ショートゴロ、ここはジャンピングで最後さばいていった山崎です。佐藤がこうスクッとこう立つような左右間、さあ正面に入った児玉、二塁へすぐ送球。ここはしっかりといい守備を見せてきました、ルーキーの児玉。今の守備です。寄ってましたね、守備には定評、そして自身も、まあ、自身打ち返していきます。サードゴロ、ランナー動けず、一塁送球は少しワンバウンド送球になりましたが、山口さんで2アウトです。います。変化球捉えましたが、ショート紅林ショートバウンドで取って一塁送球、スリーアウトです。1点先制してもらった後の回、山崎落とした、なんとかついていきましたが、ショート浮上か、軽快な動き、ワンアウトです。最後はまあ苦しい体勢になりました。いいところから落ちましたね。そうですね、やっぱりこう少し打ち返していく、セカンドの横、ゴンザレス抑える、一塁送球はアウトになりました。ここはゴンザレスの好プレー、抜けていれば1点だというところ、ゴンザレスがよくアウトにしました。いや、非常に大きなプレーですね。いや、今本当素晴らしいプレーでしたね、はい、で取ってからも早かったですよね。そうですね、はい、非常に対戦は悪かったと思いますが、はい、なんていうかこう1点を起こす、これも打ち上げてレフト杉本前に出てきます。前に出てきてファウルゾーン、スライディングキャッチよく取りました。ここはバックが阿部を救います。フェンス際、恐れることなく杉本スライディングキャッチで2アウト。非常にこうフェンスがね